神の淵池は、岡山県久米郡久米南町誕生寺にある、ため池である。2010年3月25日に、山野大帝として、農林水産省のため池百選に選定され、また、上流は1999年に、北野省の棚田として、日本の棚田百選にも認定されている。1924年に、高知整理組合が設立され1936年に、 完成し、神谷、神代、山沖、丸山、上地区までサイフォンと暗渠水道を利用し同水し、現在も北野省の棚田中の45ヘクタールの灌溉を行っている。近隣に都市農村交流の拠点、交流館を整備し、様々なイベントが行われており、地域交流の場として活用されている。北野省の棚田中北野省地区内の三営農組合が、 中心となって工作されており、農産物は天然棚田米の生産が行われているが、今後は面積の拡大を進める予定である。棚田祭りを実施した名家と水路及び棚田の田園風景を保全している。久米南町の代表的な景観の一つとなって、いるのみならず国道53号からも遠望でき、耕して天に至るの表現のごとく地域の最高峰にため池があり、 周辺の山とよく調和している。山野大抵農林水産省ため池百選、岡山県の棚田百選、日本の棚田百選。ありがとうございます。